レナはどこに行っちゃったんだろうね。鬼隠しにあったなんていい加減なことを言ってる連中もいるよ。まったく。ケイチさん、今日は元気がありませんでしたよ。俺は、ミオ、サトコもリカちゃんも話しておきたいことがある。レナに関すること？いや、そうじゃない。俺自身についてのことなんだ。ああ、ちょっと真面目な話なんだ。聞いてほしい。俺が引っ越してくる前のことなんだ。当時の俺は勉強しか能のないやつだった。
それ本当ですの？ああ本当だ。今まで隠していて悪かった。なんでそんなことを今頃になってわざわざ言おうと思ったわけ？本音から言うとさ、ケイちゃんどうしたのって感じかね。まあそりゃそうだよな。違うよ。そんなことわざわざ言い出す必要あったのかなってね。いや、隠し事をするなんて仲間じゃないよな。俺はみんなのことを仲間だと思ってる。だからもう隠してなんかいられなかったんだ。圭一はそれを僕たちに話して何を？期待なんて別にないよ。俺はただ許しが欲しくても僕にはあげられないのです。圭一が怪我をさせた人たちにしかそれは与えられませんのです。だから僕たちにそれを話しても何の期待にも応えられないのですよ。リカの言う通りですわね。潔いのは認めますけれど、そんなことを私たちに打ち明けてどうしたいって言うんですの？どうしたいってことはないよ。ただ仲間に隠し事は。ケイちゃんさ、ちょいとここで質問なんだけどさ、仲間に隠し事ってしたらいけないわけ？え？ケイちゃんの論法だと隠し事をしないのが仲間みたいな話だけどさ、おじさんはそんなの嫌だね。僕も嫌です。言いたくないことを言わないで何が悪いわけ？人には話したくないことや辛いこと、悲しいこと、失敗したことや思い出したくないことがたくさんある。それを全部打ち明けないと仲間と呼べないんなら、私はそんな仲間はいらないね。でもそれじゃあ。圭一、打ち明けなくていいことと打ち明けなくてはならないことは違いますのです。罪は許しを得るために打ち明けなくてはならない。でも打ち明けて許された罪はもう打ち明ける必要はないのですよ。そうですわね。だって圭一さんはちゃんとおまわりさんのところに行って怒られてきたんでございましょう。それで償いをして許してもらえたなら、それで圭一さんの罪はおしまいですわよ。自首してその結果を受け入れたなら、それでケイちゃんのお勤めは終わりだよ。もちろんケイちゃんが罪の十字架を背負い続けることはとても大切なこと。二度と過ちを繰り返さないよう
常に胸に刻み続けるのは正しいことだよ。でもね、それはケイちゃんが自戒することであって、打ち明けなくちゃいけないことではない。そうですわよ。過去の恥ずかしい話なんかは私も内緒にしたいことがたくさんございましたよ。み、さとこは特にいっぱいいっぱいありますのです。私だけじゃございませんのよ。リカもですわよ、リカもですわよ。みーみーみー。今、さとこはとてもいいことを言ったと思う。ケイちゃんにはどの部分かわかる？過去の話は内緒にしたいというところか。違う違う、その次の部分。誰にだってあるってところだよ。無菌室の試験管の中で育った人間でもない限り、人の人生は試行錯誤の繰り返しだと思う。いいことも悪いことも、いろいろなことを繰り返して成長して、それで最後の最後に素晴らしい人間になれればいいんじゃない？いいことも悪いことも、すべてとても大切な経験なんだと思う。それは誰でも同じで、ケイちゃんだけじゃない。私にも、サトコにも、リカちゃん、いやいや、クラスの全員にも当てはまることなんだよ。例えば、ミーはもっと昔は、札付きの悪猫さんだ。にゃーにゃー。まあ本当はあんまり言いたかないんだけどね。私から見ればモデルガンで闇討ちなんてかわいいもんだって。私なんかレンガとか投げつけてたよ。いや本当、警察に何度お世話になったことやら。ダム戦争の最中はちょっとした留置場常連だったよ。いやいや本当に。でも昔のことなのですよ。そしてそれを圭一に言う必要はないのです。仲間であってもなのです。仲間であっても。私だってとても言えないような苦い過ちや罪がいくつもあります。でも言わないのは言っても仕方がないからですわ。言って楽になるなら私たちは聞くよ。でもね、仲間だから言わなければならないなんてルールはない。むしろ仲間なら言いたくない過去を察してあえて聞かないのが本当の仲間なんじゃない？それはそうだけど。ケイちゃんが打ち明けて楽になったならそれでいいよ。私たちは今日の話をすぐにでも忘れる。それに今日の話を聞いたから
ケイちゃんとの接し方を変えるようなこともない。ケイイチが前の町でしたことなんて、今のケイイチと何の関係もないのです。今のケイイチが僕たちにとってかけがえのない仲間であるのなら、前の町のことなんか僕は知りたくないのですよ。リカの言う通りでございますわ。逆に前の町でどんなに善行を積もうとも、こちらに来て嫌な人だったなら前の町の善行なんかしたことじゃありませんわね。ってことはさ、ケイちゃん、前の町での十字架はケイちゃんが密かに胸に秘めることであって、こっちでわざわざ口にする必要なんてないんじゃない？いや、仮に口にしてもだ。それでケイちゃんの味方を変える程度のやつだったら、私はそいつの方を見下げるね。過去が何だろうと、今が素晴らしい人間であるならば、どうして恥じることがございますの？もし過去の過ちを一生取り戻せなかったら、私たちは何のために生き続けますの？里子は過去にとても甘えん坊さんでした。それを後悔して今はこんなにも元気で頑張っていますのです。だから僕は今の里子はとても素晴らしいと思いますです。昔どうだったかなんて僕は興味ないのです。リカ、ケイちゃんだってどうよ。例えば私が留置場常連の札付きだとしたら、私への見方を変える？変えないでしょ？私は私。いつものように楽しくふざけ合える関係は何も変わらないでしょ？それが仲間ってもんだもん。先に言っとく。俺はサトシのことは何も知らない。みんなが隠してたからな。隠してたってわけじゃ。毎年起こる事件のこと隠してたろ。あ、それはケイちゃんを、うん、怖がらせたくなかったってのか？それが理由で俺だけのけ者かよ。いや、そんなつもりじゃ。ミオンに直にダム現場で事件がなかったかって聞いたよな。ミオンはないって言ったじゃないか。バラバラ殺人があったのによ。
嘘つき野郎。ごめん。嘘ってわけじゃ。仲間ってのは隠し事なんかなしだろ。そうだろ。じゃあお前らは仲間じゃない。俺はクズだったんだ。ミオンはミオンだったんだ。俺の最高の仲間だったんじゃないか。どうしてミオンを疑っちまったんだ。どうして。ケイちゃんさ、最近元気ないよね。都会から引っ越してきたんだもん。今頃になって疲れが出てきたんだよ。それで風邪をひいたんじゃないかな。そっかそっか。じゃあ栄養をつけさせてあげないとね。バッチャが今日おはぎを作ってるんだよ。いくつか分けてもらって、ケイちゃんへのお見舞いにでもしてあげるか。こんなミオン、手を洗わんとね。おいや、レナちゃん、一つやってるんかい？へえ、おはぎ作りって面白そうですね。レナも一つだけ作らせてもらおうかな。よいしょ、よいしょ。そうだそうだ、いいこと思いついたよ。なに、みーちゃん。あ、その小瓶何かな。この甘いおはぎだけじゃ退屈しちゃうだろうからね。うち一つにはクリティカルヒットでタバスコを混ぜておいてあげよう。そうだね。私たちはもう帰ろう。
じゃあね、ケイちゃん。明日、学校休んじゃ嫌だよ。
俺、みんなのことを本当に友達だと思ってたんだぜ。ケイちゃん？俺はなんてこと。どうしたんですの、圭一さん。わかんない。圭ちゃん、落ち着いて。私は生きてるよ。
ちゃんになんか殴り殺されてたまるかっての。ねえ、そうですわよ。圭一さんごときに遅れを取るようなのは我が部にはおりませんでしたよ。違うんだ、違うんだ。圭一は覚えているのですか、レナとミーを殺したことを。そうだ、俺が殺したんだ、殺したんだ。なのに俺は何の罪も認めずに、まるで自分は被害者のつもりで死ぬ最後の瞬間まで仲間を呪って恨んで血がいっぱい出て、そして結局何の後悔もなく一人で勝手に死んだ。圭一、あなたの罪に気づきましたのですか。気づいた。こんなにも今頃になって俺は気づいたよ。思い出したんだ、ここじゃない別のよく似た世界で。俺はなぜか仲間たちに疑心暗鬼を持って殺してしまったんだ。仲間たちは俺に救いの言葉をかけていたはずなんだ。なぜそれに耳を傾けられなかった。どうしてだよ。圭一を許しましょう。圭一は自分で自分の罪に気づきましたの。それはとても偉くて普通ではありえないことなのです。だから誰も圭一の偉さがわからなくて、それを許してあげることはできませんのです。でも、
僕にはそれを許すことができます。僕には、圭一の凄さがわかるのです。リカちゃん。私は、これがき、だって、これはありえないことなのだもの。あなたが、別の自分の罪に気づくなんて。なのに、あなたはそれに気づけた。それは、きっとこの地上に具現するどんな奇跡すらも霞むほどのもので、信じられないくらいに尊いもの。なら、今のあなたにならわかるはず。リュウグウリナがどういうことになっているのか。ああ、わかるぜ。あの時の俺と同じなんだ。仲間のことを信じたくて信じたくてしょうがないのに、信じられないんだ。どんどん自分がおかしくなっていくのに、そいつがわからなくて世界の方がおかしくなったって信じてやがるんだ。どうすりゃ救えるかなんてわからねえよ。わからないんだ。だって俺はダメだった。結局死ぬまで、いや、死んでも気づけなかったんだ。それをフェナに気づかせるなんてどうやって。救えないよ、救えない。俺がそうだったからよくわかるんだ。どうやったってもう救えないんだ。私を信じて。
リカちゃんに許してもらえて、少し心が軽くなった。でも、やっぱり俺の罪は、同じ形で滅ぼさなきゃならない。レナの目は、俺が覚ます。この世界はもうおかしくなっちまった。でもだからといって諦めていいなんてことはねえんだよな。諦めるってことは信じないってことだ。俺はレナを、仲間の絆を信じるぜ。だからまだ間に合うんだ。惨劇は回避できる。運命には抗える。俺たちはあがく、そして掴めるんだ、その先の未来ってやつをな。圭一、私も諦めない。この世界から希望を失ってたまるものか。私は数えきれない失敗に疲れ果ててた。だから世界がおかしくなることに諦めを感じるようになった。もうレナがどうなろうと知ったことではないと。でもそれは間違いだった。戦おうとする意志がこんなにも美しく神々しくて、そして運命すらねじ曲げかねない奇跡が起こせること。だから私はあなたと共に戦おう。もう一度戦おう。何度でも戦おう。その先の未来に至れるまで何度でも。リカとケイチさんが何の話をしてるのかさっぱりわかりませんでしたよ。覚えていないのは当然なのです。ケイチがすごいだけなのですよ。ん？私の高尚な脳みそではさっぱりでしたよ。でも、いつかは思い出してあげてください。あなたが、抗えぬ不幸の袋小路に囚われたとき。圭一はあなたを救おうと全身全霊をか…圭一さんがですの？眉唾でございますわよ。ね、圭一。
前原くん、何かありましたか？いえ、何でもないんです。騒がせてすみませんでした。それより、ミオ。何？何、ケイちゃん。マジな顔でどうしたの？分かんなくてもいいから聞いてくれ。本当にすまなかった。そしておはぎうまかったぜ。本当にうまかった。元気が出た。だから俺、明日からちゃんと学校に通えるから、また明日も学校で会おうなって。それが今日まで感謝の言葉が遅れて本当にすまなかった。俺はミオンを、いや仲間を誰だろうと二度と疑わない。二度とだ、絶対にだ。だからミオ、あの日の俺をどうか許してくれ。ミオンが命を懸けてくれたことを俺は知ってる。だからいつかミオンに何かの不幸が訪れたら、俺は絶対に命を懸けて、絶対だ、約束する。ケイちゃん、照れるな。
今日はお招きいただきまして光栄です。遅刻しちゃって申し訳ないですね。お客人、ご案内いたします。どうぞこちらへ。いやー、どうもどうも、園崎社長さん。本日はお招きをいただきありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。ご多忙中のはるばるのお越し、心より感謝いたします。いえいえ、今日はごちそうになりますよ。ここの料亭は湯葉が有名ですからね。ね。どんなごちそうか楽しみです。それから葛西さんもお久しぶり。直接会うのはだいぶ久しぶりになりますね。ご無沙汰をいたしております。まあ、なんかこの度はお互い戦争状態に突入しちゃってるようですが、白黒を穏便、こっちは全面戦争はいつでも大丈夫ですんで。いえ、そのようなつもりは毛頭。そりゃこちらもやりたかないです。あんたが出張ると血の雨が降るって評判ですからね。私もいい年なんで、もう流血沙汰はごめんしたいところです。それではご案内いたします。どうぞこちらへ。主催自らのご案内、痛み入りますよ。そうそう、招待状の名前は私で出させていただきましたが、今日の主催は本家でございます。わけあって招待状の名前を変えさせていただいたことをお詫びいたします。本家ですか。防弾チョッキを着に戻ってもいいですかね。これはどうも、園崎家の次期当主のお嬢さん。今日はお招きくださり光栄です。本日はようこそお越しくださいました。まずはおかけになってください。
おいさ、一体これは何のつもりすかね。さてね。まあここは舌鼓を打たせてもらいましょう。ここの湯場は有名ですよ。さて、今日はどういうお話ですかな。本日は皆さんとの間に生じている誤解について解かせていただきたく。おう、誤解と申しますと。発端はとてもさまつでございます。ここにいる葛西がリュウグウレナとよって、この度の件は葛西達義とリュウグウレナ個人間のこと。その崎組は関与しておりません。個人的事情って何ですかね。片木のリュウグウさんと極道の葛西さんにどういう個人的な接点が生じるって言うんです。葛西、はい、僭越ながらご説明させていただきます。ちょいと無理がございませんかね。まあ100歩譲って落とし物の話を信じてもいいですよ。その後がちょいとおかしくないですかね。リュウグウレナを探して組の若い連中が動員されてるって聞いてますよ。それに関しましては、この私めの手落ちでございます。リュウグウレナさんが遅くになっても帰宅されないのを家人が心配されていたので、繁華街で見かけていることがないかどうか若い者に聞かせたのですが、その際に手違いがありましたようで。おうおうおう、ちょいとこんな割烹まで呼び出してそのヨタ話を信じろっての。あんた、うちらの商売をなめてんの？ん？おいさん、まあまあ。それで園崎家さんはどうおっしゃりたいわけですか。リュウグウレナと葛西達義の個人的問題だから民事に介入するなとおっしゃりたいわけね。そういうわけにはいきません。リュウグウレナは警察で保護させていただきます。警察はリュウグウレナを保護なさる理由をお聞かせください。そりゃ決まってるじゃないかよ。
あんたらが狙ってるからだよ。どうして東方がリュウグウレナを狙っているとお思いで？そりゃあんたの胸に来ちゃいだろう。ご自分のその胸に。おいっさん、本日は皆さんの誤解を解くための会合です。もちろん耳を貸されないのもまたご自由かとは存じますが、聞いた方がさぞかしよろしいか。ほう、我々が何の誤解をしていると？リュウグウレナの持っている鷹の御代のスクラップ帳について、ある重大な誤解をされております。リュウグウレナの保護は彼女が鷹の御代のスクラップ帳を持っているからなのではございません。葛西、これは鷹の御代のスクラップ帳です。残念ながらリュウグウレナに手渡したと思われるものは含まれておりません。これを本日の魚にいたそうかと思います。中身を拝見させていただいても構いません。どうぞ。お話はそれを読んでいただいた後で構いません。必要でしたら人払いもさせましょう。いえいえ、それには及びません。それらは鷹の御代の死亡の際に沖宮の自宅から発見したものです。これ間違いなく。間違いありません。おいさん、もしこれらに類するものをリュウグウレナが持っているとするなら、おそらくはリュウグウレナが持つスクラップ帳もそれらに類する内容でしょう。ここにあるスクラップ帳、全部がこんな中身なんですか？ええ、そうですよ。納得ゆくまでご覧ください。こんなのめちゃくちゃです。たちの悪いオカルト小説ですよ。
冥界と現世が激突して霊魂が流入した？これを証拠として採用しろって言うんすか？ああ、そっちは冥界の仕業なんだ。俺のは地底人の仕業って書いてあるよ。おそらくリュウグウレナが持つスクラップ帳には皆さんもよくご存知の寄生虫説が記されてる。いくつかお聞きしたい。鷹の実はどうして？鷹の実についても富竹二郎についても当家では一切感知しておりません。そりゃそう言うだろうな。自分のことを嘘つきという嘘つきがこの世にいるわけはない。あらあら大石さん、当家で始末したなら死体が出るとお思いで？はじめから追っていないと申し上げて、確かにそう見えてしまう誤解が生じたことはこちらのミスです。その点につきましては私よりお詫びさせて。
当家からのお願いを申し上げさせていただきます。当家ではこのような世まい事の内容に踊らされて警察と事を交えるのは望むところではありません。伝え聞くところでは県警防隊本部の三階氏が公安部と調整をされていると聞いております。何かのさまつな口実をきっかけに当家に関連する全てに対し一斉捜査を入れられるおつもりとか。当家もダム戦争の当時はいろいろとご迷惑をおかけいたしましたが、すでに昭和も60年代を前にし時代の移り、そんな中当家もまた弱きを助け強きをくじく任侠団体でありながらも時代に即した平和的な路線を模索しているところです。そんな中警察の一斉捜査を頂戴しては手前どもの面目が丸つぶれでございます。あんたんとこの面目なんて知ったことじゃないよ。叩きゃ誇りは出るんだ。一斉捜査は決行しますよ。誇りが出れば結構ではございますが、出なかった場合いくら大石さんといえど決して軽んじれない責任問題に発展するかと存じますが。上等だよ。牛と全面戦争するか。それをお望みでしたらそれもまたよろしい。どうかお気が済むようお仕事をなされてくださいませ。当家はいつでも受けて立ちますので。いや、一斉捜査を控えることに対する見返りは？双方の友好の証としてそのスクラップ帳を皆さんに献上いたします。そのスクラップ帳があればまだ鷹の御用を出しに矛先を引っ込めることもできましょう。
おいさん。あとはクマちゃんに任せ。ちょっと飲みすぎちゃったみたいです。私はちょいと縁側で夜風に当たってきます。失礼。園崎家さんの言い分は了解いたしました。警察としても一斉捜査が及ぼす各業界への影響は本意ではなく、それによって小競り合いをよって市内の平穏を維持するため、今後とも警察と園崎家で連携していくことを確認したいと思います。よってこの度の一斉捜査は見送らせていただきます。ありがとうございます。園崎家当主お寮に代わりまして深く御礼申し上げます。約束に従い、このスクラップ帳は警察でお預かりします。それから条件が2つ賜ります。1点目は、この場にないスクラップ帳を園崎家が入手した場合、速やかに警察に提出すること。2点目は、リュウグウレナの身柄を確保した場合、速やかにその身柄を警察に引き渡すこと。2点目は認められません。リュウグウレナは妄想に取り憑かれた一少女に過ぎません。当家で速やかに身柄を確保した上で、しかるべき治療を受けられる医療機関を手配します。これは当人の権利でもあります。その点につきましては当方も主張を引けません。当方には高野殺しを含めてリュウグウレナに尋問する権利があります。重要参考人としてです。容疑者としてではありません。わかりました。2点目の条件を了承します。ただし当方からも条件を追加します。リュウグウレナの権利保全のため、当家から弁護士を派遣します。リュウグウレナへの尋問はすべて弁護士立ち会いのもとで行うこと。了解しました。ただし一点確認を。園崎家からの弁護士が意図的に派遣されないことによる妨害は認めません。警察はリュウグウレナの身柄を確保した後、直ちに尋問を開始します。当家も問題ありません。ただしリュウグウレナの身柄確保時には直ちに当家へ連絡をすること。可能な限り早く連絡するようにいたします。尋問をあらかた終えてから電話されても困ります。身柄を確保した時点でご連絡をお願いします。ここいらは互いを信頼した上での善意の取り決めでございます。どうか夢保護にされることがないようよろしくお願い申し上げます。わかりました。
双方による善意の取り決めです。遵守に誠心誠意努力いたします。イタリー製の最高級カバンです。今日のお土産に含まれますので、どうかお持ちになってくださいませ。いえ、お約束ではスクラップ帳のみお預かりすることになっております。カバンは後日園崎組事務所へお返しに伺わせていただきます。それでは失礼します。園崎家当主お涼さんにもどうかよろしくお伝えください。凝っちゃったよ。お母さんがやってくれればよかったのに。バカだね。あんたの方が肩書きが上なんだよ。こういうのは年じゃなくて肩書きなの。葛西、中井に行ってビールでも持ってこさせて。あと外の若いのも呼び入れて、何か冷たいのを振る舞ってやりな。ビールだけでよろしいですか？ああ、この子はダメダメ。オレンジジュースでも頼みな。ちぇ、子供扱いして。肩書きが上でも全然大人扱いしてもらってないよ。いくつになってもでっかい子供だよ、あんたは。それはそうと、今回の一件、お父さんがだいぶ手回ししてくれてるんだよ。よーく感謝しときな。葛西もね。あんたも片木と会うときはもうちょい気を利かせな。みっともない限りです。しかしさ、あの大石をコケにするとは、レナちゃんもやるじゃない。あんたの友達はつくづく大物が多いね。今度ぜひ母さんにも紹介してよ。お芝居でも一緒に見に行きたいね。葛西、今度レナちゃんに会ったらぜひそう伝えておいてよ。その時また物騒な話を吹き込むんじゃないよ。もちろん分かってます、姉さん。
か。レナお前、いつからここに突っ立ってたんだよ。わかんない。夕方ちょっと過ぎくらいからだったと思う。とにかく中に入ろう。この2日間ろくなものを食べてないんだろ。この瞬間も私の全身の中で変なのがざわざわ騒いで、痒くて痒くて溢れ出しそうなの。なあレナ、多分それは何かの病気なんだ。とりあえず今夜は俺の家で休んで、明日の朝一番で監督の診療所へ行ってみないか。監督ならレナの微妙な立場を分かってくれるから、誰にも内緒で診察してくれるよ。うん、もうダメ。自分でもわかるんだよ。富武さんがどういう最後を遂げたか今ははっきりとわかるの。私は必死にそれを我慢しているだけ。私ね、どういう最後になるかわからないけど、多分もうそんなに長く、そんなことねえさ。無敵の部活メンバー竜宮レナがそんな程度でくたばるかよ。ありがとう。それでね、私死んじゃう前に圭一君にどうしても謝りたかったの。謝る？何をだよ。私昨日すごくいけないことを言って圭一君を傷つけた。私もね、昔引っ越してくる前、とても悪いことをしていた。いっぱい
そうか、そうなんだ。ケイチ君みたいにおもちゃの鉄砲で撃つのなんかと比べ物にならないよ。金属バットで頭が割れちゃうくらいに殴った。みんな大怪我だった。他にもね、学校のガラスとかいっぱい割って歩いたり、それからね、それからね、私ももっともっといっぱい悪い。圭一君のこと仲間じゃないなんていう資格全然なかった。それは俺もなんだ。うん、俺も最初レナの過去のことを聞いて、そっか知ってたんだ。でも、だからなんだよって思ったぜ。え？引っ越してくる前に、レナがどんな大悪党だとしたって。それでレナはいろいろと泣いたり笑ったりしながら人生を積み重ねてきて、それでひなみ沢に引っ越してきて、誰にも恥じなくていい生活をしてるじゃねえかよ。前の町で悪いことがあったとしたって、レナはそれを悔いているならどうでもいいことだったんだよ。その結果、リュウグウレナってやつが尊敬できる人間に成長できたならどうでもいいことだったんだよ。レナも聞いたろ。俺も悪い奴だった。バカだったんだ。なんてバカなことをしたんだと後悔した。だから、引っ越しは人生をもう一度やり直すいい機会だと思ったんだ。だから俺は、ひなみ沢では、自分で自分が好きになれる前原啓一だったと思ってる。それは、レナもなんだろ？茨城でどういう生活だったかなんて関係ない。ひなみ沢にいるリュウグウレナが大事なんだ。だから、リュウグウレイナが何者だろうと、俺には全然関係ないことだったんだ。新しい自分をやり直せる機会は何回あったっていいんだ。そんな機会があるから、俺たちは何回も失敗しながら、傷つきながら、もっと大好きになれる自分を探してさまよえる。人生に一度や二度のつまずきなんてつきものなんだ。だからそんなのにへこたれないで、俺たちはどんどん成長していかなくちゃいけないんだ。だから、そんなたくましい人の膝に残るかさぶたを見ておぞましく思うなんて最低のことだったんだよ。Thank you.
だから、リュウグウレナは、これまでも今も、そしてこれからも、レナが辛い時、きっと俺が助けるから、俺を信じてくれ。ありがとう。ケイチ君を信じるよ。私ね、もう多分長くない命だと思うけど、こんな素敵な圭一くんがいる雛見沢を救うために頑張るよ。奴らなんかにこの村を乗っ取らせない。みんなで楽しく過ごしていた日々を取り戻すために私は戦うよ。奴らの陰謀を必ずやっつけてみせるから。ありがとう、圭一くん。レナを許してくれて。きっと雛見沢を救う。だから圭一君、力を貸して。圭一君だけは信じられる。圭一君となら救えると思ってる。レナ、レナ。どうして泣いてるの？許してくれ、許してくれ。俺はもう絶対にレナを裏切らない。レナのことを信じるから。だから許してくれ。何のことを言ってるのかよくわかんない。圭一君はいつもレナのことを信じてくれてるよ。だからレナも、ケイチ君のことを信じてる。信じていいんだよね。ケイチ君だけは、レナを信じてくれるんだよね。Thank you.
あのね、私ね、この戦いを終わらせる方法を見つけた。本当か？うん。勝ち目のほとんどない方法だけど、私にできる一番の抵抗だと思う。レナ、それがどんな方法かは知らないけど、それが終わった後、うん、戻れるんだよな。そうじゃなくちゃ嫌だ。俺はお前をこの場から行かせない。大丈夫だよ、ケイチ君。元の幸せな日々に戻るための起死回生、逆転の最後の一手なんだから。俺は最後の瞬間までレナの絶対にレナの味方だからな。ありがとう、ケイチ君。明日でね、きっと全部終わるの。きっと私たちは勝つよ。そしたら、またみんなで楽しく部活をしよう。みんなで。私たちが一番楽しかった時を取り戻そう。じゃあ、私はこれで行くね。明日の準備があるから。待てよ、レナ。明日の準備って。内緒。ケイチ君に協力してもらうこともあるかもしれないけど、その時は、レナを助けてね。ああ、当然だぜ。Thank you.
と悪役に徹しさせてもらってもいいよ。レナが妙なことをしでかす前に踏んじばって病院に担ぎ込むのもいいかもしれない。本当に最後の最後まで行ったらそれも仕方ないかもな。でもレナを信じたいんだ。最後のギリギリまで。あいつはこんなに心が追い詰められても俺をまだ信じるだけの心の強さがあるんだ。俺とは違う。だからきっとレナは妄想に打ち勝てるはずなんだ。最近ケイちゃんとリカちゃんが何を言ってるのかおじさんちょっと分かりかねるんだよな。なんか最近ヘビーなことでもあったわけ？悪いな、意味のわかんない話ばっかりしちゃって。それより、そんなわけないよ。誰だってたまには心が風邪をひく時があるって。レナのこれもその程度のこと。まあちょいと熱は高いみたいだけど、すっきりケロッと治ってすぐに笑い話になっちゃうって。ケイちゃんが思ってるほど事態は悪くなってないよ。大石の大バカ野郎は自分の誤解を認めた。例の件は発生自体にも気づいてない。だからこのままレナの空騒ぎでしたってことで決着できる。そうなのか？空騒ぎで決着できそうなのか？そういうことで決着させんのが、その先本家直当主の御王様の手腕じゃないの。某料亭でね、大石とおじさんが一対一で対談して、ちゃんと誤解を解いてきたわけよ。大石はタジタジ。いやー、おじさんもなかなかやるねー。